橋を渡った向こうには彼らを人とみなさないポリスらが銃を構えて待っていた。人じゃないから獣を殺すのも同じだ。どこまで手広くやられるか点で分かりはしなかった。それでも彼らは橋を渡った。思った通り多くの人が撃たれ、無意味な血が大量に渡りきった。橋の向こうで流された。だけのもの、憎しみはまた新たな憎しみを生む。暴力に対して暴力を持って報いれば暴力は増加するだけです。果たしてただの牧師の説教さ、感化されたことは確かだろうがね。でも人が自分を変えるのにどれだけ大きな勇気が必要だったのかを想像してほしい。勇者になりたいわけじゃないんだけども、僕もいつの日にか橋を渡るつもりだ。渡らなければならないんだよ。